悠々白書、悠々白書、悠々白書は、東義弘による日本の漫画作品。主人公の浦半悠介とその仲間たちの活躍を描く冒険活劇。主人公が死亡するところから物語が始まり、生き返る試練を受けることになる。週刊少年ジャンプ、集英社1990年51号から1994年32号にかけて連載された。 全175話外伝1話。1993年第39回小学館漫画賞受賞。また1992年から1995年までフジテレビ系列にて放送されたテレビアニメは高視聴率を記録した。通称は、トガシ含む、優白、原作漫画側が他に、悠々など。ジャンプコミックス以外の話数カウントは、 アクト、とマイナス。単行本の累計発行部数は5、000000 000、000部と全19巻としては驚異的な発行部数を誇っている。1990年代前半の週刊少年ジャンプにてドラゴンボール、スラムダンクと並ぶほどの人気を博した。登場人物ではクラウマとヒエが女性読者から高い人気を博した。これは 本作の読者人気における語り草であり、週刊少年ジャンプ編集部が公認した番組の企画でも紹介されている。また、東も雑誌のインタビューにて、二人が今の主人公ですと茶化したことがある。2019年5月9日には舞台化が決定した。連載会議時は幽霊入門、仮のタイトルで提出。その後、 連載が決定し正式にタイトルを考える。いずれ妖怪と対決することも考慮して、最勇気をもじり、悠々悠記を提案。しかし、同時期に連載が開始された漫画太郎作、陳勇気とタイトルが被り、考え直すことに。その後、作者は悠々勇以降の単語として、最初に思いついたのが白書であったため、悠々白書となる。しかし作者は悠々悠伝や、 悠々物語でもよかったらしい。連載終了について、作者の戸賀樫は理由を、兼ねてからの自身の持病悪化、これ以上、出版社、集営者に無理やり従って、連載を続けても、同じことを、読者が飽きるまで繰り返すだけになるために、半ば私のわがままで止めたと述べている。この思いは143話、残32話掲載時にはすでに連載終了が、決定済み。 原稿が1話完成するたびに、カレンダーに、バツをつけるほど強かった。ジャンプコミックス7巻、完全版6巻、文庫版5巻、ジャンプリミックス3巻に収録されている外伝、ツーショッツは、編集部から無理やり描かされたもので、原稿は、絵書きなしの一発勝負、あまりの腹立たしさに、アシスタントも雇わなかったという。連載終了後に、トカシが出した。 同人漫画、十二人の怯える、者たちでは、浦半雄介が、新城傭平、その他主要人物も役者が演じていた、劇中劇であったことが描かれている。東は、山形県新城市出身である。連載終了後、山形県が舞台の漫画、レベル E を、週刊少年ジャンプに、商業連載した。主人公の浦半雄介が、 交通事故死するところから始まり、様々な出来事を経て生き返る。そして、霊界探偵として活動する。以下に、大まかな分類を示す。がついているものは公式名がないため、便宜的に名付けたもの。詳細は、悠々白書の登場人物一覧を参照。クワバラや、幻界などの人間が住む。人間界、クラウマや比エたち妖怪が住む魔界。 ホエンマやボタンたちが住み、人間が死後に行くことになる霊界と、三つの世界から、成り立っている。アニメ劇場版、第二作では、冥界も存在していたことが明かされる。ウラハン、ユ原スケ、クワハラカズマ、クラウマ、ヒエー、幻界の技はそれぞれを参照のこと。首くくり島で行われる、格闘大会。裏社会で富を得た人間が五人の妖怪をいて、 互いに強さを競わせるもので1チームだけは、裏社会の人間が任意に選んだ選手、主に裏社会の人間にとって、不都合な人で構成された5人をゲストチームとして強制的に大会に送り込ませることができる。1人補欠要員を用意でき、死者が出た時に埋めることが可能。BBC も深く関与しており、各チームのオーナーには、BBC のメンバーが多く存在する。 オーナーの人間は、掛金と優勝賞金、大会収益金の約45%を、妖怪は格闘技戦の建前で、人間界で力を解放さ発散し合う後期、ゲストチームは参加拒否による死との照らし合わせに大会に参加する。優勝チームは好きな願いを叶えられる。妖怪のための大会のため、観客側は人間の時点で原則入場不可能。 霊界は人間界での妖怪による暴力行為防止のためのストレス発散の場として黙認しているが事前に悪暴力のある妖怪には首くくりしまえの入党制限を敷いている。リングアウトやリング内でのダウンによる10カウント経過、相手選手死亡、判定上は戦闘不能で勝利となる。対戦形式は星取り戦、勝ち抜き戦、総力戦、 サイコロの出目によるランダムバトルなど、双方のチームの合意で決められる。道具使用は可能。ロボットの参加は不可。決勝戦は死亡者が出ていない限り、開始時点で5人全員を揃えなければならない。ゲストチームが、裏ンチームの今大会においては、準決勝以降は、屋根付きの暗黒ドーム、名称はアニメ版で行われ、決勝戦の非 a VSV で、 リングが大破した際には、全会場からトグ旅帝がリングを持ってきての差し替えが行われた。裏ン・ユースケ VS コグリョテイでは、リングが崩壊し、10カウント負けによる勝利のルールは廃された。ト特漁チーム敗北後、左京の手で自爆させられる。雷前、体、光線により500年続いていた魔界三大勢力の三すくみが、雷前の死去により解かれた中、 雷前の意志を継いだ浦半ス介が、黄泉の治めるガンダラへ挨拶に行った際に提案した、ただの喧嘩。当初は体、光線ともに勢力を解放し、ただの喧嘩が起こると思われていたが、抽選場所は、光線の治めるガンダラとなり、事実上光線勢力が保持され、大会まで九十三日時点での参加者は、浦半、ユス介側五名、体側十九名、 公戦側23名の計107名と交戦勢力管理下に大会が開催されることになった。また、雷前勢力側も雷前勢力ナンバーに北神たちによる浦半雄介への読みに対する忠告や浦半雄介を勝利者にさせるための事前確認が行われるなど、ただの喧嘩がしたかった浦半雄介には不満足な情にあった。しかし雷前の旧友達が ウラハンユースケと合流し、眠らせていた力を解放し合うと、残る二大勢力は互いに勢力を解放し、一人の選手として出場し合うことを宣言。最終的には6,272名が参加。当初企画通り、ただの喧嘩として、無事開催されることになった。本戦の参加者は128名。開会式では企画者ウラハンユースケにより、死者は出てほしくない。 自分は優勝者にはなれないかもしれない。今後も定期的に行われる大会として続けていこうと、開会の挨拶が割れた。予選の裏藩ユ介スケ戦では、各妖怪を一殴りに、リングから追い出し場外認定による勝利となった。暗黒武術会決勝戦裏藩ユ介スケ大国旅、弟戦のようなリングを破壊しての場外戦が、起きたかどうは不明。時間無制限で裏、裏藩。 ユースケ対光線戦では、光線が、四角に障害を持つ中で60時間戦い抜いて、勝利した。暗黒武術街道様、優勝者は、好きな願いを叶えられる。第一回目の優勝者は、雷前球有の煙機。低価、各390円、税抜き半径、B6 班レーベル、ジャンプコミックス2004年8月から2005年3月にかけて、 全15巻が毎月2冊ずつ最終月のみ1冊刊行。また完全版観光に合わせて、悠々白書初となるキャラクターブック、悠々白書及び富樫義弘初となる画集 A4 版も発売された。この出来事を富樫は全く予想していなかったどころか、最終巻19巻の表紙が悠々白書連載時最後の仕事でもうこいつら。 ゆうすけ、くわはら、くらに色ぬ塗ることもないだろうと思いながら描き下ろして、いたと語る。修営者文庫より2010年11月から毎月1巻ずつ、全12巻が刊行された。1巻で、原作者、戸が義よによる観光にあたっての一言。12巻で、描き下ろし漫画。3から4巻で、アニメのプロデューサー、荻野健。 キャラクターデザイナーの北山真理のインタビューが掲載された。一巻の作者一言では、現在の自分は別物であること、当時思い出として銀行の支店に通され、支店長からサインを勧められた後、雑談を交わしたが作品タイトルを間違えられ、合図地を二度返した後のことは覚えていないとの一言を述べている。北山のインタビューによると、男性読者には、 トグリョ、弟が人気があり、トグリョ、弟が描かれたポップが文庫本番の宣伝に使われた女性の人気が高いカラスが表紙の七巻においては女性店員による手書きポップがあちこちの書店で立ったという。最終巻には感謝の気持ちを込めての本編以来の味わい深い描きおろし漫画が掲載された。内容は腹部に今日と書かれたパンダが 口から血を流して倒れている蛍子を見て、月光しだち買ってきた、ユ介スケの頭を破裂させ、さらに待ち構えていたヒエクラウマを一撃で倒すというもので、セリフだけが、作品に対する思い入れと今後の創作への抱負、読者への感謝のコメントになっている。なお、桑原は、最後の一コマで指を突き立てながらの締めくくりの、挨拶でのみ登場した。以下の一覧表の引用元、 大巻ページは、ジャンプコミックス版、悠々白書に基づいている。初代の高橋俊正は、東のデビュー前から担当していた。途中から島智之に引き継がれた。また、次回作の担当である、佐々木奈は、本作終了以降には、担当を務めていた。舞台、悠々白書のタイトルで、2019年8月28日から、東京、 シアター1010 10をはじめとした4都市にて上演。脚本、演出は、おかさの中次が担当。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。